バルーンライトとメラミンスポンジを使って幻想的な明かりをたくさん灯しましょう。3センチ角のメラミンスポンジに十字を書きます。端の方に5ミリくらいの線も引いておきます。カッターナイフの刃を3つ分出して十字の線に沿って深く切り込みを入れます。5ミリくらいの線のところは刃を2つ分くらい差し込んでください。十字の切り込みの真ん中にバルーンライトをねじ込むと立たせることができます。ライトをつけるときは絶縁パーツを抜きます。抜いたパーツはなくさないように5ミリの切り込みに差し込んでおきます。バルーンライトをねじってライトをつけてから十字の切り込みに差し込みます。とても明るい分電池の消耗が早く熱くなるので使って済んだらすぐ消してください。絶縁パーツを差し込んでメラミンスポンジと一緒に片付けましょう。たくさん作って床に並べたら明かりを灯してランプシェードをかぶせます。周りを暗くすると幻想的な雰囲気になります。ランプシェードの作り方動画はいくつかアップロードしていますので、終了画面か説明欄のリンクからご覧ください。